新藤辰巳のゴミラジオ。ティロンディ。ティロンディ。新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。ひどこん坂巻さんです。こんにちは。おはようございます。いやー、意外とママタルトの話してないなと思って。ああ、ママタルト。意外と身近なんですけどね。うんうん。あの大喜利ライブ出てもらったりとか、まあ、事務所ライブに結構会うことも多いんです、うんうんうん、意外とあの好かれてるのよね。好かれてる好かれてる。そんな感じするでしょ。する。何であんな好かれてんのまず何であんな好かれてんのか。俺でもママタルトって全然絡みなくて、うん、M1 で知ったぐらいだからね。ああ、うん、M1 で知った。M1 で知った。あのギャオでってこと。うん。おギャオというか M1 の線で、あ、面白い人いるんだって。ライブで一緒になってたかもしれないけど、正直意識したことなかった、うん、なんか粗品と同期なんだよね。あ、そうなんだ、うん、でもなんかメタオク出たりとかしてたよね。でもまあ気づいたらもう、でもライブとかでもみんなママタルト好きみたいな感じの。みんなママタルト好き。みんなママタルト。ちょっと俺は年とか多分芸歴が上だから、うん、交流ないけど、もっとみんなそのちょっともう若い人のがみんなもうママタルト大好きみたいな。ママタルト。いらんこと言わないもんね。いらんこと言わない。これだよね、多分好かれる理由ね。うん、ああ。芸人っていらんことしか言わないじゃん。あ、そうだね。いらんこと言わないのよね。なんかね、ちゃんとしてんなって思うよね。なんかね。多分野心とか、うん、尖ってる部分多分あるんだろうけど、うん、言わないから、多分、うん、あったとしてもね、うん。分かんないんだよね。で、これでね。事務所一緒なわけでしょ。事務所一緒。サンミュージックだもん。うん。気さくだしね。気さく、そう、気さくなんだよね。あ、そう。あ、ママタルトの人気の秘密一つの。うん、一つだけ言うとするならば、うん、あの楽屋で話しかけて、うん、損したなって思ったことないね。ああ、うん、なんか分かんないよ。別に明確にないってのは言えないけど、ちょっと得した気がするもん、喋ることとか。ああ、なるほどね。それそれこれ多分本当にそれでかいよ、うん、みんなにそう思わせてるってことはすごいプラスだ、ね、うん、よく言うじゃん、楽屋でこいつなんでいいんだよとかなんでこいつ喋ってくんだよって、マジで芸人いるんだけど、ママタルトにそれが一切ないもんね。ちょっと得した気するの。あるよね、なんかね。でも俺話したことないんだよね、多分。あ、本当に。ないと思う。あ、いや、挨拶だな、話したりする。僕はその印象はある。あ、そうだ。でも、なんか、確かに気さく、すごい話してる時も、常に気さくにみんなと喋ってる感じがする、イメージとして。多分。二人とも、それは。あのね。うん、僕個人の見解なんだけど、うん、次喋りたいかどうかと、はいはいはい、あ、喋って損したかどうかって内容よりも間にあるのような気がしてて、ま、例えば楽屋で、うん、あんま面識ない時は、うんうんうん、あったとして、うん、あ、おはようございますって言って、おはようございます、あ、今日ネタ面白かったですねって言った時に、うんうん、ここでの間がなんかちょっと空く、相手がなって人って、なんか喋っちゃまずかったかなとか、例えば。ちょっと間が空く人いるのよ。どういうこと？今日のネタ面白かったですね。とか言っても、あ、そうみたいな。とか言うとか、例えば、例えば、じゃあ今日のネタ面白かったです。あ、本当ですか、そう言ってくれて、すごく嬉しいですみたいな間が今度詰まってるというか。早すぎるとか。早も過ぎない。何々ですねって、別に値段じゃなくてもいいんだけど、うん、あ、そうですね、何々ですね、っていうのが、あの、早い割に、いらんこと言わないのよ。この初動のこの話しかけた時に、俺そのイメージだって、ママタルト。話しかけた時の間が不安にさせないのよ。絶妙ね。楽屋では、例えば、おはようございますとか言っても、全然振り向かない人とかたまにね。あ、まあ、俺じゃないだろうと思ってるのかわかんないけど、それもないのよ。何々言ったら、あ、思って、なんかアンテナ張ってというか、なんかちょっと気づかないみたいなのもないし、あ、なんかどんくさくない。めちゃくちゃ、はいはいはい、なんだそこはなんかテンポいいというか。そっか。いや、あるね、でも。なんか長い、これも、別にこれも悪いつってわけじゃないんだけど、うん、ある程度ちょっとあんま喋ってなかったりとか、先輩になると、うん、おはようございます。
ってなった時に、おおおお、ちょっと詰まる感じなんだよね。誰？あ、お前か。おおっていう感じなんだけど、ママタルトは、あ、おはようございますって。なるほど。来る感じだ。ってなると、ちょっと気持ちわかるじゃん。それすごい。うん。で、やっぱ芸人、先輩後輩とか意外に気にする人多くて、その時に話しかけた方がいいのかどうか、みんな悩むところを、一切、次の日に持ち越すような悩みの間をしてない。あ、やっぱあの時喋んなかったかなとか、で、意外と喋ってみたら、うん、広がらなくて、終わるみたいのは、なった時に、うん、じゃあ、俺が話しかけたから盛り上げらんなかったってなるじゃない。でも、協力性があるのよ。日常会話に、ママタルトって。一緒に、この会話を盛り上げましょう。盛り上げましょう。アンテナ張ってるってことですね。そう、うん、私も、お手伝いいたしますわっていうのが、ちょっと会話の中に存在してるのよね。だからこれって、意外と芸人できてない人が多くて。それすごいわ。うん。だから俺、ママタルト喋んないと気づいてないもん、これにそもそも。なぜママタルトと喋ると、ちょっと得した気がするのか。だって、お得な情報をくれてるわけじゃないね。こっちがなんとなく素朴に思ったことを言って、ね、普通の会話一見行ってるんだけど、悪い気しないんだよね。これはやっぱ返しの速さなのかなっていう。楽しいひとときを。楽しいひとときを、送れる。送れると。話しかけただけで。そう。で、聞き役の立場で割と喋ってくれるんだよ。うん、これうまいだよ。なるほど。ママタルトって一見聞き役なんだけど、意外と喋る分量は、こっちが次の質疑に悩まないぐらいの量を喋ってくれるね。マジで質疑に対しての分量が、達人だよ、なんか。達人なんだよ、これ。達人。で、いらんこと言わないから、その時その時のインパクトがないから、なんだろう。あいつ、すげえっていう言われないだけ嫉妬する人も少ないよ、うん。絶対本人らが見たら、いやいやいやって言うと思うよ、これ。全然そんな意識してないです。だからそれが意識せずにできるっていうのは、千人がもう池を上にこう歩いていってるぐらいのこの集中力が、これ無意識的にあるわけですよ、これが。そうか。うん、すげえな。すごい息に。まあでも分かる気する、それは。うん、すごいね。それが。あとね。うん、これ多分、本人意識してないんだけど、うん、やっぱり愛想って結構大事じゃん。無愛想で喋ってくれても、ちょっと怖いなで次喋るのに、ね、二の足踏んだりすると思うんだけど、うん、ママタルトは4分の1笑いぐらいの、半笑いまで言わなきゃいかないんだけど、もうちょっと減らした笑顔感があるんだよね。ちょっと。ほんのり笑顔感。俺は4分の1笑いって言ってますけど。何その言葉。ああ、その、あんまりニコニコしすぎても気持ち悪い。気持ち悪いして、ちょっと明るさが伝わるぐらいの、要するに、ね、会話は進行しやすい表情してるんだよ。表情。だから坂巻にできないやつね。あテレビに出たとか、悪魔の。なんでそれ、ね、急に最近になってそこ掘り出されたでも、結局そこなんだよ。坂巻があの時の表情がそれできた、今もちろん仕事あるから、まあ、確かにね。そこもできないのかいテレビ局の人思ったと思うよ。そっか。お前何にも喋ってないどころか、うん、映ることもできないのかいっていうね。なるほど、なるほど、なるほど。でも多分それあると思うね。大事ね。だからそういうので、日々、これ積み重ねなので、楽屋、舞台上っていうので、常にそういうのが、多分ファンタイムもそうだと思うのよ。はい、はい。喋ってて、嫌な気持ちにさせない何かがあると思うね。っていう、だからこれ話術だよね。すごい。いわゆる。達人や。達人、達人。だこれが、いまいち目立ってないのがすごいんじゃないか。うん。これ俺だから、なんで最近ママタルト気になったかって言って、まあ俺、この前、事務所で本人にも言ったんだけどさ、うん、最近ママタルトの日原さんのツッコミに真似してめちゃくちゃ多いのよ。学生とか町屋の人で。ほうほうほう。俺、審査員とか結構やってるから、また日原ツッコミだよっていう。めちゃくちゃ影響与えてんじゃん。めちゃくちゃ影響与えてんね。これはなぜか。うん、俺は思った時に、うん、これといった特徴をすぐ言えないところにあると思うんだよ。うん、日村さんのツッコミってどういうツッコミ？そうだね。で、なのよ。うん、でも、癖はあんだよ、うん。だからそれを真似んだよ。そうすると、バレないだよ。ああ。卑怯なアマチュア医療だから。多分本人も意識してないかもしれないけどね。いや、あの人はツッコミのやり方意識してる。あの人って誰やねん。あの日原さん。日原さん。あ、違う違う違う、その、アマチュアの、真似してるとか、その、岩原さんを真似してるっていう意識はないかもしれない。で、そう、下手したら気づいてもない。うん、だから本当にアマチュアだよ、それは。うん、
だからね、結構その、平原さんは、ちょっと長文を、こう、色付けながらこう喋って、何々で、あと呼吸法というか、この、イントネーションとかに、独自性があるんだけど、やっぱり、あの長尺で、あの、イントネーション、ま、似てる人、めちゃくちゃ多くて、まあ、いなかったもん。絶対ママ取るところだよ、だって。すごいね。でもだから、今で言った多分、錦鯉だのとか、もう一個前、マジカルラブリー、そこはあんまいないんだよ。いぶし銀なおじさんがいないからなんだよね、若手に。まず。あれはもう雰囲気出せないもんね。うん、あれはどう頑張っても。で、マジカルラブリーも、あんなコミカルなおデブちゃんいないじゃん。コミカルなおデブ。そうなった時に、今引く手あまたで、例えば、たまに有名な人、真似てる人はいいんだけど、癖が強い人の場合は、真似たらすぐバレるから、やっぱそこに気づくのかもしれない。ただ、ママタルトのツッコミを真似しても、まあ、バレない。バレない。ただ俺は見逃さないけど、あ、これ、はい、来ました。いましたと。いや、いました。見つけましたと。っていうか、こんなに今、死んだって、今売れてるほど売れてないじゃん。そうだね。なそうそう名前はいろいろ聞かせて。確かに確かに。ガンガン出だして真似されるならわかるけど。この時点で、だからどんだけみんなお笑い見てんだっていう。ものすごい影響を与えることになる人かもしれない。今一番影響を与えてんだよ。村田渚さんばりに。いやいやもう。影響を与えるかもしれない。でも、村田渚さんはすごく尊敬されたけど、真似ようとしてるとそんなにいなかった気がする。あー、でもなんか、そっか。だからネタで直接的に真似てる人が今、多いから、今減らす作業のために今動画で喋ってます。多いから。そう、多いぞって。多すぎる。うん、注意喚起ですよ。東京ホテイソンのはよく見るけどね。あの、真似てる感じのは。あれバレるでしょ、でも。バレる。すぐわかる。あって思う。あって思う。東京ホテイソンとか。やってるやってるって思う。霜降り明星を今真似てる人はちょっとダサすぎるよね。うん、あのタイトルつけるみたいなツッコミというかさ。すぐわかるよね、うん。だから、感度はいいんだよね、真似てる人。ママタルト真似てる人、感度はいい、ね。今ここを注目するっていうのは確かに合ってるね。バレないだろうし。うん。うん、それはすごいんだけど。すっごいよ。めちゃくちゃ。見ない日はない。俺最近、そういう普通の人のライブ何十組、二十組、三十組出ますって。ああ絶対いる。いない日がない。へえ、すごいね、うん。なんで、どこのタイミングでそうなったのかちょっとわかんないんだけど。うん。若手で笑いは回してる人は、ママタルトみんな気にしてる感じですね。普通、簡単に真似る場所ないのに。ね、これがすごいんだよね。さすが若い人ってすごいね。真似れるんだな。すごいね。てか、まず真似れんのかなってあるじゃん。そもそも。うん。何かをしたら、日原さんっぽいってのがないじゃん。ないないない。だから、早く長くだけ突っ込んだって多分全然わかんないじゃん。わかんないわかんない。あ、まあそんな人いないねって思われてもらっちゃう、うん、ちゃんと似せてんのもすごいやっぱ。若さがゆえの柔軟性っていう。真似る方も真似る方も。ここで、すごいですよ。それであんの。言ってもね、確かに、真似ようと思ってもできないよ。だから、相当見てんのかもしれないね。ママタルト、まあ。どこで見てんのか知らんけどね。どこでママタルト漫才が見えるのかわかんないけど。へぇ、うん、だからライブとか行ってんのか、配信とか、その配信とかも変えるから、結構買って見てんのかもね。まあ、YouTube にネタって上がってるでしょ。上がってんのか。上がってるでしょ、それは。なんとかさ。そうか、うん。それ見て、うん、こうしたいと。すごいなぁ。だから、流れ上はもうママタルトが売れるのは必然だっすね。こんだけなるほど。この段階でこんだけ真似られちゃった。真似られて、支持されて、ライブシーンで名前聞いて、これテレビ出ないわけないからね。あ、残念だけど。残念じゃねえ。残念じゃねえけどですね。俺の名前じゃなかったんだから残念だよ。それだけは残念、悔やまれるけど。最近テレビ手あんで、手あんで聞こえない。俺の真似じゃねえかって。いやいや、真似っていう、本当に真似じゃねえかそうなったらもう、絶対売れるんだよね。そうね、売れる前に名前聞くみたいなね。それすごいあるじゃないですか、ね。まあ、これまさに今、ママタルトである。ママタルトが今後売れることに何の違和感もない流れになってるのは間違いないなっていうのが、今回この、いろんなライブを見てみて分かったっていう、その話でございました。はい。以上、シェフさん、住田コミラジオでした。ありがとうございました。